大切にしていることはですね、やはりチームワークですかね。重いベルトだったりですね、長いものだったり、いろいろありますので、一人ではできない仕事というのがたくさんありまして、その中でチームワーク、2人作業、3人作業という形でですね、みんなで協力し合って、やっていることを大切にしております。職場の雰囲気に関しては、若い人から年配の方まで長く勤めて働けるような職場だと思っています。仕事のやりがいについては、お客様の要望によっては作るのが難しいベルトもあり、そのベルトが仕様通りに作られていることを確認して無事出荷できたときにやりがいを感じることができます。重量物を扱うので複数人での仕事が多くなります。自分も相手も怪我をさせないようにっていうことは常に意識して仕事をしております。仕事のやりがいは単純作業が多くなるんですけど、続けることによって自分の技術だったりそういったことが向上していくと思うので、そこがやりがいを感じております。お客様から、私たちの製品を選んでよかった、私たちの製品じゃないとダメなんですと言われるように、そういったことを心がけています。静岡工場に調理場がありまして、いつも出来たてを提供してくれまして、温かいものを温かいうちに食事ができる。そして若い方も最近では増えてますので、ご飯を大盛りにしてくれという要望に対してもしっかりと大盛りを提供してくれるというところでしょうか。お時間がない中で来てくださっているので、なるべく時間通りに早く美味しく食べれるように、材料の発注から仕込み、調理、盛り付け、提供っていう感じです。会社としましても、ライフワークバランスっていうのを重要視していまして、働きやすい職場になりつつあるのかなと思います。